こんにちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です。お野菜が健康にいいかどうかというと、健康にはいいんですけども、取り方次第というところなんですね。野菜中心はダメよっていうのを前の動画でお伝えしたんですけれども、そうですね、お野菜は、まず取り方として、生野菜中心もあまり良くないよというところですね。はい、かさばる割にはこう量があまり取れないし、どうしてもドレッシングとかの調味料も増えがちというところと、冷たい状態で食べると、そうですね、内臓を冷やしたりという部分もあるわけですね。で、生で食べる野菜ってちょっとこう種類も偏りがちですね。葉物が多かったりとか、お野菜の中でも加熱をして食べる種類のお野菜をこう増やしていくことが、特に日本人にとってはすごく重要な部分になります。で、根菜類とか緑黄色野菜なんかは生で食べないものも多いですね。食べられないものも多いですね。そういうものもこう、取り入れる上では加熱する料理法で、野菜は加熱するとちょっとこうコンパクトになりますので、それによってボリュームダウンしてこう、量が食べられるというところもありますので、加熱する料理法、その中ではもう味噌汁というのがすごくおすすめ、汁物に入れるというのがおすすめですね。はい、で野菜はこう、よく1日30品目なんて言われたりして、いろんな野菜を1日たくさん取ろうとする方いらっしゃって、デリなんかで売っているサラダ もう30品目サラダとか、こういっぱい種類がお野菜入ってるサラダ売ってるんですけども、外で買うときはそれはそれで楽しいからいいと思うんですが、自分でサラダ作るとき、日常にお野菜を入れるとき、1回の料理にもういっぱいいろんな種類入れる必要はなくてですね、種類が少なくてもいいので、一つの視点としては新鮮なもの、鮮度がいい状態で使うっていうこと、それから旬の野菜をなるべく中心にするという、そんなところを意識していただくと栄養価グッと上がってくるかなと思います。お野菜は旬か旬じゃないかによって栄養がだいぶ違ってきますので、せっかく食べるなら、鮮度がいい、栄養価が高い状態で食べていただくと、同じ量をとっててもこの密度が違ってくるわけですね。でこれがカット野菜とか便利ですけど、そういうものを使ったり野菜ジュースにしちゃったりっていう加工が入ってくると、栄養価どんどん落ちていってしまうというのがありますので、どんな風にお野菜を選んでいくのかというところが大きいかなと思います。1日 350g という量を取ることはあくまでも一つの目安ではあるんですけども、そこを優先するのではなく、新鮮な加工のないお野菜をできるだけ食生活に入れていくっていうことをこう考えてみていただき、生野菜ばかりじゃなく加熱したものを増やすことによって、結果的に 350g ぐらいは取れたりしますね。はい、量を数字をクリアすること、 350g っていうのを目指してしまうと、野菜ジュースこれ1本で OK かみたいな勘違いになったりしますので、数字グラムをクリアすることが目的ではなく、いい野菜をしっかり食べようねという、そんなことの一つの目標設定であって、350なくたっていいんです。新鮮で旬のお野菜中心であれば、栄養価高いものだったらもっと少なくても大丈夫です。その量にこだわるより質にこだわってみてくださいね、というそんなお話でした。お野菜の話いかがでしょうか。ちょっと考えてみてください。また次の動画で引き続きお野菜の話をしたいと思います。ありがとうございます。